オロチ、永遠の罰を与えられ己が滅びを願う魔王。気が遠くなるほど長い年月捕らえられ罰せられる苦しみはよくわかる。私には己を滅ぼすだけの力も残されなかったが、どこぞの神が知ったような口を聞く。すまないな、君の話を聞いて勝手に親しみを感じてしまったんだ。ほう、貴様も滅びを望むのか。ああ、ただし自分じゃない。私を苦しめ仲間や力を奪った相手のだけれどね。くだらぬ。君は復讐を望まないんだな。魔王でありながらあくまで己の滅びを願うか。元が仙人であるせいか、それとも何を見通すつもりかは知らぬが、我はただ我を超える強者を求めるのみ。言ってしまったか、オロチ。謎めいた存在だな。またゆっくり話してみたいものだ。